生、松井です。さあ、始めていきましょう。今日は縄文時代ということになってくるんですが、感心生というのをやっていきます。よろしいでしょうか。感心生。はい。感心生というのは、温暖化の影響によって氷河が溶け、海面が上昇するということです。地球が暖かくなってええなーみたいな状態です。はい。地球が暖かくなってええなーっていう状態になるわけなんですけれども、要は暖かいシーズンに入りました。はい。地球全体が暖かくなってきました。はい。温暖化によって、氷河が溶けました。で、海面が上昇、ぐっと上昇してきたことによって、日本列島がパクタンですか、日本列島がパクタンということになって、縄文時代が始まりますよということになります。よろしいでしょうか。感心性ね。はい。温暖化によって氷河が溶け、海面が上昇する。これによって日本列島が誕生しましたよということです。これが縄文時代ということになります。はい。縄文時代です。情熱時代ですよ。はい。ということで、情熱大陸ですね、それね。はい。縄文時代、感心性になって温暖化、氷河が溶けて海面が上昇し、日本列島が誕生したということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。